俺が今感じてたのは逆だったんですね。そのヤクザっていう仕事ではなく、男の生き様が、描くのに、役、そ、男の生き様がとかっていうのが最初に先にあって、で、それをするには、ヤクザの戦いとかが適してるんじゃないかっていうことなんです。あんまりね、男の生き様と、もうね、男男って、まあ、言うんだけど、男の子だから、だって女の子は結構あれかもわかんないよ。俺よく冗談で言うんだけど、一番男らしい商売はオカマって言うんだけど。それ、え、それはどういう。男しかできねえって。だから、それをヤクザの映画、今度のアドレナリンがそうだけど、やってることはめめしいんだよね。すごい、だって裏切ったりさ、そうですね。自分がのし上がるためにあらゆる方法を取るじゃない。貶めたりとか嘘ついたりとか。そうすると、男の生き様だって言うけど、実は実に陰謀の渦巻いたところで、どうやって生きていくか、汚い生き方ってなっちまうんで、方法としては確かにめめしいことなのかもしれないですね。俺見ててそれが全然、あ、めめしいって言葉なんだって今ちょっと驚いたぐらい。でも実際、ヤクザ映画の今度のアウトレイジの、人物像をこう見て、実際の、まあ、お客さんが自分の会社の、課長とか部長を見て、当たってるかもわかんない。あの部長はああやって成り上がったんだとか、会長はああやって運転したのが今の会長だとか、あるかもわかんないし。